見ました。あの猫ね、シールのネズミ捕りに猫が引っかかっちゃって体中ベタベタになっちゃってで、楽しそうだと思ったらダメで、動物病院に連れてって何とかしてくれって言ったら、結局これはダメだって、バリカンで買っちゃえってことで、稲葉の白ウサギみたいに笑われたかったんですけど、そうなんですか、言いますけど、ネズミ捕りに猫が引っかかっちゃって、しょうもないな、お前ってことで、これから冬どうすんだろうね。